コードネーム奏法振興会の石山です。このレッスンも3回目に入りましたね。はい、カノンを使ったバリエーションいろいろ聞いていただきましたけれども、実はこのカノンのコードっていうのはポピュラー音楽の中でも大人気なんですね。ちょっといくつかこのカノンのコードに似せたというかね、このコードを使ったヒット曲を、ちょっとお教えしておきます。私が一番好きなっていうかね、よく知ってるのが山下達郎さんのクリスマスイブ、ね、それからキロロさんのですね、未来へ、それからカンさんの愛は勝つ、それから森山直太朗さんの桜、スマップの、世界に一つだけの花、福山雅治さんの桜坂、ザードの負けないで、赤い鳥の翼をください、サザンの愛しのエリー、それからビートルズのレッド・イット・ビーですね、オリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑っていう、これらまだまだあります。私が作った曲も実はこのカノンコードを使った曲もあるんですけどね。で、ヒット曲の定番って言われてます。やっぱりなんかこう胸にジーンってくるようなこのコード進行なんですね。コード進行というのがあるんですけど、まあ著作権の関係でここで演奏することはできませんけど、そのコードを伴奏として押さえながら歌う、自分で歌っていただく、これを弾き語りと言います。この弾き語りのやり方をちょっとお教えしたいと思いますね。ベース音は小指って言いましたけど、それを左手をベース、右手を和音コードっていうやり方。例えば C であればいいですか。低音はどうでしたね、小指でやりましたよね。それを例えば指の大きい人はオクターブでやってください。で、右手でドミソ、もしくはミソド、もしくはソドミ、どれでもいいです。展開形はどれでもいいですから、これでやります。これをね、もういきなりかっこいい弾き方をお教えしますね。4つ打ちです。いいですか。ペダルも使ってくださいね。よくあるパターンですね。しっとりとしたバラードの時に使うでしょ。これでカノンコードをやってみます。聴いてください。なんか歌いたくなりますね。このメロディーに歌を入れると弾き語りと言います。使えますでしょ。これを単なる4つ打ちじゃなくてちょっと難しいことやってみますね。はい、リズムを4つじゃなくて適当にズンチャチャンチャチャンとかね、変えてみるとブワーッと広がります。かっこいいですね。もうミュージシャンですね。こういう弾き方、これを弾き語りと言います。コードはベースを左、ハーモニーを右、4つ打ってもいいし、適当にリズムを変えて好きなようにやってください。こういう形で弾き語りを楽しんでくださいね。はい、それではですね、さらにバリエーションを広げていきましょう。これはもうちょっと先に習ってもいいお話なんですけども、非常にかっこよくて弾いてて心地がいいサウンドなので、先にお教えしますね。今からお教えするのはオンコードと言われるものです。その実際に弾く和音にベースの音、左手の小指って言いましたね、ベースの音だけ別の音弾いてくださいっていう指示してあるコードがあるんですね。これを見てください。オンコードって書いてますね。C、G、Am、Em っていうのはこのカノンコードですね。一緒ですよね。ところが斜め線引いて B という書き方、もしくは楽譜によってはオン B って書いてあるのもあります。オン B ってね、こうやって書いてある楽譜もありますけど、これ今回は斜め線でいきますね。こういうオンコードというものですね。これは G っていうのは何でしたか。ソーシーレでしたね。ところが B は何ですか。 B っていうのは ABCD、ラシドレ、ラシですね。シの音です。ですからソシレだけどベース音は G じゃなくて B の方を弾いてください、ね、
ミソシだけどベース音は G のソの音を弾いてください。でソドミだドミソだけどもミの音を弾いてくださいという、こういう指示してあるポピュラーの楽譜非常に多いんですね。で特にカノンコードはこっちのパターンを使う人が多いです。なぜかというとカウンターラインといって、ベースがね一音ずつ下がってくるんですよ。ものすごい心地いいですし、まあヒット曲のパターンなんですね。これでちょっと聴いていただきたいと思いますね。この楽譜をちょっと見ながら皆さんやってみてください。 C はドミソ、 G はソシレでしたね。ですけども B を左で弾いてくださいって言ってますから、この音なんですよ。で A マイナー、 E マイナーはミソシですけどもね、まあソシミでもいいんですけど、ベースは G を弾いてくださいことですから、この音なんかちょっと知的な響きでしょ。 F はこのままで、C だけど低音は E、 ミを弾いてくださいって書いてありますから、ミを弾いてくださいで、D マイナー出てきましたね。 D マイナー、D マイナー、これレーファーナ、ベース音がレーですね。ね、 A、B、C、D、 レーですからベース音がレーのこのパターン、 E マイナー、暗いですね。 E マイナー、やっと出てきましたね。 E マイナーで、そして G7、セブンの音ですかね。はい、別に入れても入れなくてもいいんですけど、入れた方がかっこいいです。これを続けてやってみましょう。こうやって弾いてると弾きながら歌いたくなってくるし、他の楽器と伴奏もできますよね。伴奏もできます、合奏ができますよね。こういう風にして今リズムをちょっと崩しましたけど、自由に崩していただいたんです。そのコードさえ弾いてたら他の音をポンと弾いてもそれが違和感なければそれは OK です。間違いではありません。楽譜通り弾くのがクラシック表現をしてね、それもとても大事なこと。でも自由に楽しむ弾き方もあってもいいと思います。これがコードネーム奏法なんですね。このオンコード、今日は勉強になりましたね。どうぞお使いください。はい、このビデオもだいぶ終盤に差し掛かってきましたけれども、基本的によく使うコードはある程度覚えられたと思います。今後ですね、いろんなビデオを作成していく中で、いろんなねコードがまだまだあるんですよ。もっと素敵なコードいっぱいあるんですけれども、その触りだけをさらっとお話したいと思います。まずねちょっとこれ見てください。 C の中にもサス4とかアド9とかオーギメントプラス5って書きますね。ディミニッシュとか、あこういうコードが、もしくはもうメジャー7とか69とか、6、9って書くんですけどね、ざっと簡単にお話します。例えばサス4というのは4つ目の音を入れてください。1、2、3、4つ目の音、C はこれですけども、サス4はこれです。よくあるでしょ、教会音楽でアーメンとか言うてね、こういう音とか、アドナインっていうのは9つ目の音、1、2、3、4、5、6、7、8、9つ目の音を前に持ってきて、こういうやつですね。これはもう弾き語りなんかでよく使います。それからオーギュメントっていうのは5つ目の音を1つ足してください、半音上げてください。これがオーギュメントです。こういうコード進行がありますけど、こういうコードですね。でこれが6で6番目の音を入れてください。 C6 で C7 ね、こういうコードです。69っていうのは6番目と9番目の音を入れてください。1、2、3、4、5、6番目と7、8、9番目の音を入れます。よく曲の終わりでこれが69、そしてディミニッシュ、全部暗い音、こういう使い方しますね。
ね、こういう全部くらい音を曲と曲の経過音として使ったりもします。こういうコードとかね、今全部言ってもお腹いっぱいになりますからさらっと音します。それとかジャズのコードでこんな汚い音でもハーモニーでやるとジャズに関しては私専門外なのでジャズピアニストに来ていただいてレッスンビデオを作りたいと思いますね。そういうこととかいろんな企画をこれからしていきたいと思いますので、いっぺんに言うと本当に、ね、もう頭がパニックになると思いますから、今までのビデオをもう一回何度も何度も見て、復習をしてそして身につけていってください。習ったコードはパッと見てパッと抑えられる、その状況まで持っていっていただけたら次持ってきた曲の中でも同じコードが何度も出てきますから、あの時やったからってさっとできるようになります。これを3曲4曲ぐらい持ってきたら大体できるようになりますよ。私のコードの演奏振興会のやり方はこういうやり方です。理論ではなくて実践で覚えていただくという形で、上手くなっていただこうと、私がそうやって弾けるようになりましたのでね、同じやり方で進めていきたいと思いますので、どうぞ次回のこのビデオを楽しみにお待ちくださいね。それではまたお会いしましょう。さよなら。